こんにちは。アンバンドイッスサポーター、堀秀夫です。今日はセラーアカウント解説したときにあ、クレジットカードを登録するんですけど、まあ、そのクレジットカードね、えー、最近はこのように50セント、ね、請求かけましたという表示が出ます。で、これ、カード登録したときだけじゃなくて、アマゾンからね、えー、振込入金、振込送金をするときにもこれ、アマゾン少額の、えー、審査請求かけてます。 ま、毎回なのかランダムにかけてんのかわかりませんけど、かなり頻繁にかけてます。で、この Amazon からの少額の審査を楽天カードは否認することが多いです。他のカードもたまに止まります。まあ、止まった場合は、クレジットカード会社に電話、連絡して、えー、Amazon からの打診をね、断ったかどうか確認して、断ってるよという場合はね、えー、これ自分で登録してるんで、えー、承認してくださいというようにね、お願いする必要あります。あるいは、 別のカードを登録します。まあこれね、えー、まあ初めに確認してるからいいんじゃないか。あるいはね、えー、送金して毎回送金できてんだからいいじゃないかと。まあ普通は思うんですけど、これ実はね、a z o n まあ何売って儲かりますかとかいう形で初心者の方に私は教えてるんで、まあとりあえず半年で30万稼げるようになりましょうというようなの目標にしてますけど、まあ逆にね、えう、ー、もう a z o n のアカウント 作りさえすれば、まあ、簡単に1000万前後のお金が稼げるというようなね、人たちもいます。で、まあこれね、例えば、まあ、最近、えー、また旅行行くんで日本に置いてあった本を売ったんですけど、えー、一昨日と送ったと。ね。そしたら昨日 FBA で受け取り開始して、もうすでに、えー、その日、あるいは翌日に売れてると。まあ、これだけ大した手間もなく、すぐに商品が売れると。 いうようなね、そんなサイトは Amazon 以外ないです。まあだから、まあ詐欺師も大量にアカウントを作ろうとしてます。まあそのため Amazon は様々なセキュリティをかけてます。まあその中の一つが、まあこのね、えー、クレジットカード、えー、毎回本人格ですよと。何しろ銀行口座をね、えー、買い取ってもカードはね、えー、何らかの事情で、えー、事故があったら使えないとかいうことがあるんでね、えー、カード会社、カード会社の審査機能をね、 え、本人確認というのを Amazon は、え、相乗りというか、ただ乗りというか、え、それで使えるということになりますんでね。まあこれ Amazon に限らず、割とカードで、え、本人確認、審査確認、え、するっていうのは多いんで、まあ単純に、毎回振り込みできてるからね、え、もう審査しないというわけじゃなくて、また、え、残高が足りないときに、 え、支払いをするためにカードを登録してるだけじゃなくて、まあ、本人確認してますんで、これ頻繁にね、残高があっても何しても、まあ、入金のために審査かけられてると思った方が間違いないです。で、クレジットカード云々というようなね、文書が出てた場合には、あ,あカード会社が否認したんだなと。まあ、なぜならこの少額の請求をかけてから、え、何か買い物をするというのはね、クレジットカードの偽造団とかね、クレジットカードの番号をスキミングして、 え、盗んで、え、物を買って換金するとか、まあそういう犯罪者の人もやる手法なんで、結構これね、セキュリティに引っかかります。クレジットカード会社のセキュリティにも引っかかります。まあそんなわけで面倒なんですけど、えー、a z o n はクレジットカードで、まあ請求をかけてると、ね、いうのを覚えておいて、えー、もしもカードが止まった場合にはなんでだろうと、ね、えー、びっくりせずに、ああ、止まったんだなと。 いうふうに考えて、カード会社に電話一本すれば、あるいは、ね、別なカードを登録すれば済むことなんで、まあ、そのような対処をします。まあね、これ、あらかじめ言っとかないとびっくりされちゃったりね、何のためそんなことするんだというような疑問がありましたんで、まあ、ちょっとクレジットカードの、ね、使い方、クレジットカードを登録したのは本人確認のために使っているというのが一番の目的なんでね、えー、たまに泊まる方もいると。泊まんない方は全然泊まんないですけど、たまに泊まる方もいる。 ね、楽天カードを使うと頻繁に止まるというようなことが見受けられますんで、驚かないように、あらかじめ情報をシェアしておきます。以上、甘酢エスサポーター、堀秀夫でした。